お前らに言っておく。俺がここへ配属されたのは技術者としてだ。ポリマーリンゲル代謝率の間違いを俺は一日で見つけた。お前らなんぞとは違う。軍隊には向かないと助身してやる。いいか、俺に指一本触れてみろ。後悔するぞ。いや、必ず後悔させてやる。落ち着け。配属命令を受けたんだろう。断った。いや、上申書を出した。バーコフ分隊に連絡。マルフタ作戦会議室に集合せよ。繰り返す。マルフタ作戦会議室に集合せよ。繰り返すが、制空権は敵バララントにある。これを奪い返すには航空兵力を5倍にせねばならん。劣勢だ。最前線を増援するには陸地を進むしかない。その数少ないルートがここ、通称マニド峡谷だ。谷底は完全な平面ではないが、通過するには理想的だ。しかしここに敵の防衛基地がある。基地と呼べるかどうか。おそらく10名程度の守備隊と思われる。峡谷中ほどの中空に釣られたこの基地を潰すのはたやすい。だが実際にはできん。砲撃によって谷の左右の構造物が崩落すれば、数万トンを超すスクラップが谷を埋める。おそらく数ヶ月ほどの停滞を余儀なくされるだろう。なんだ。この道は敵にとっても重要ルートです。いずれにしろ崩落までは起こさないと思われますが。我が軍は是が非でもここを通過せねばならん。それが脅威と映れば敵はどんな行動でも取りうる。したがって我々の選択肢は限られる。敵の守備拠点をピンポイントで叩くことだ。夜間ごく少数の空挺部隊を投入する。その任務は彼らだ。申し上げます。わずか5名では無理です。それに私は夜間の降下経験がありません。貴様は誰。コジャック軍曹であります。こいつはさっき合流したばかりでして。黙らせておけ。指揮官、質問。今の発言者はかなりの年配ですな。また子供もいるようで。約3000の兵員を進軍させる重要な作戦です。こんな連中に委ねるので。この者たちは友軍と基地総司令から与えられた閣下の命令者だ。この5名は有能で経験豊富な兵士たちである。いかなる任務も完全に遂行することを確信する。以上である。待て、お前たちどこから来た。どこ。ああ、いろいろです。初対面のようなもんで、お互い何にも知りませんや。なんだと。貴様らは寄せ集めか。ああ。お前が分隊長だな。はい。名乗れ。ノルバーコフ総長です。ガリー・ゴダン総長。私は。貴様と子供はいい。お前はキリコ・キュービー総長。どこの馬の骨だか。作戦を遂行できるとは思えん。答えろ。友軍と総司令はなぜお前らを差し向けた。あ？これほど重要な作戦に送り込まれたからには訳があるはずだぞ。聞かされておりません。では必ずやり遂げろ。失敗は許さんぞ。谷底を進む精鋭3000の危険を忘れるな。お前らとは比較にならん貴重な部隊ということをな。Thank you.
大したもんだな、俺たちは。いかなる任務も完全に遂行するとさ。お前、コチャッカだっけ？コチャック？誰コチャックだ？歳は？34に。それがなんだ？40は越した面だ。うるさい！お前ら平気なのか？それとも頭がいかれたか？バララントの騎士がどうなってるか、まだ誰も確かめてないんだぞ。どれほどの敵が。じゃあさっさと逃げな。手はず通りにやりゃ問題ない。分隊長。うん？そろそろ登場しろ。20分後に目標地点だ。目標まで5分。エンジン停止。敵のレーダーは？ AT は特殊塗装されてる。ランディングするまで捕捉はされねえ。目標まで4分。フォーカス3倍。行け。キリコ、ザキは右だ。五段コチャックは左。俺は谷から侵入し、とりあえず通信塔をぶっ飛ばす。分隊長に通、状況を報告せよ。聞こえるか？状況を報告しろ。なん？報告。ただいま目標に接近中。やれるか？できれば攻撃は中止したいですな。何？中止していいですか？臆病風に吹かれたのなら戻れ。だが、その場合は自力で帰還だ。これより通信を分隊のみに限らせていただきます。出発外れない。